はい、こんにちは、水くんです。今ですね、ちょっとね、また近鉄の駅を紹介しようと思うんですけど、今ね、どこにいるかというと、近鉄南大阪線藤井寺駅に来ております。はい、ということでね、藤井寺駅なんですけど、前回紹介させていただきました。ということでね、せっかくなんでまたね、どっかね、この隣の駅でも行ってみようという計画です。ということでね、電車藤井寺駅から電車乗ってね、隣の駅行きたいと思います。それではよろしくお願いします。ということで早速行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。いや、いつ見ても素晴らしいですね、これ。隣の池普通しか止まらないんですね。なるほど。ゆうさん、こいつか。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は大阪阿倍野橋行き各駅停車です。まもなく高橋です。 The doors on the left side will open. Please be careful.ということで到着しました。高橋の駅になりますということで、隣がね、藤井寺、これ、ね、来たところですね。で、隣が伊賀の庄ということで、こっちはまだ紹介できてないんですけど、今日は高橋の駅ということでなりますということで、電車が来ますね。まもなく2番線の電車が通過いたします。危険ですから、黄色い線までお下がりください。若干下りになってる感じなんですかね。また何か来るのかな。あー、いいカーブこれ。トイレを見てみましょう。あ、波のトイレですね、これ。さあ、待合室、サイソンですね。
はい、サイソンです。で、隣が藤井寺の駅なんですけど、藤井寺とはガラッと変わりますよね。もうなんか住宅街多いみたいな感じで、これ前は何なんだろう、これ病院じゃないかな、社宅かなんかなんでしょうかね、なんかの社宅がありますね。という高橋の駅、ただね、藤井寺からもう 1.1キロ、営業キロ 1.1 キロしか離れてないのかな、そんな感じなので、隣の藤井寺駅がね結構見えるというか、このなんていうかな、藤井寺の駅前がね遠くに見えるんですね。遠くって言うても近いんですけどね。まあこんな感じで、これ藤井寺の駅ですよね。結構ね、ちょっとサビも目立った屋根なんですけど、こういう風な感じで、屋根がありますね。さあ、ということでね、一回外出てみましょう。なんか次々にね電車来るんですけど、一回外出てみましょう。改札なんですね。はい、じゃあ外出てみますか。南大阪線本数あるある、普通しか止まらないのに1時間5本、すさまじいな。橋まで300円で行けるっていうのはありがたいですね、これ。しかも時計がレトロ。さあ上上がってみますか。特急を見てないんですよね、南大阪線来てから。そろそろ特急来るんじゃない？来ない、来ない。あ、なんかすげえロータリー、何これ、なんか鎖引いてある。これ何、夜間は、夜間は何、鎖が上がるとかそういうなんなんですかね。さあ、ということで来たわけなんですけど、羽曳野なんですね、羽曳野市になるんですね。ちゃんと車道と歩道用の踏切に分かれてますね。
しかもこの下、水道管、電話線で下水道管も走ってるということで、すごいなすごいな、いっぱい通ってますね、この高橋駅の下、すげえ。ということで、こっちは民家ばっかりなのかな、そんな感じがしますね。ということで反対側行ってみましょうか。この駅大阪にあるのっていうような、そういうのどかなイメージを感じさせる場所ですね。目の前にはタコちゃんもあります。タコちゃん、名前がいいね、タコちゃん。天楽さん、なんかカニ道楽のカニに負けないパン屋さんのパンがある。でもちょっとシャッター閉まってますね、これはちょっと残念ですね。何これは、前は大津神社って書いてある、神社があるんですね。大津神社って書いてます。あー、こういう感じに、なんかね、大津といえばなんか滋賀県のようなイメージがありますけど、大津神社あるんですね。よいしょ。鈴は鳴らさないでくださいって書いてますからね、鳴らさないでおきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日は南大阪線高橋駅紹介しました。いかがだったでしょうか。本当ね、藤井寺ともう一変してね、こう住宅街みたいなところで、まあ、こういうね、大津神社みたいなこう静寂した場所もあるということで、結構ねいいとは思うんですけど、まあなかなかね撮り鉄さんとかは来られないイメージがあるのでね、どっちか言ったら、まあ、近隣住民の方の駅という感じしますね。はい、まあ、そんな感じでね、まあもしよかったらねお立ち寄りください。駅前にはタコちゃんもありますからね食べてないけどはい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。